さあまたライナが音になるかのような動き、ちょっとライナにもうちょっかいをかけるのをやめて、おっと素晴らしい、コクンにクリスタルアロー、ここはクレンズを使います。しかもダブルクレンズが落ちました。いやー、足のアロー一つでクレンズ二つ落ちると相当でかいです。今ブギーもコクン当ててたんですよ。あ、なるほど、はい、取れますね、これは。さあこれでターン2本目獲得、 V3 スポーツ。ただしドラゴンとの取れ、おっと、おこれ今のはワープしましたねラッキーですね、これは。なんかぐるっと回るおかしな挙動を、あ、やるとするなと思ったら、あとは明日 LGD 勝って LGD をその絶望の底に叩き落としてほしい気持ちがこもった、レボルさんの、一言でね締めさせていただきたいなと。それではインタビューのである準備が整ったということのようです。現地のパズ選手とつながるということになりますので、じゃあインタビューの方よろしくお願いいたします。いきます。さあそれではこちら V3 スポーツでパズ選手来ていただきました。パズ選手聞こえますか？あ、聞こえます今ちょっとメイクの方が入っちゃいましたが、あ、大丈夫ですカサディンの暴力の前に神戸を垂れるしかないですからはい、という感じで。いやちょっとガリオですよ。やめてくれ、エース生きろ、エースだ。ここギリギリ。ドーマンズが横から狙っている。さあパズに入るワンコンボ、そして3回あと一発ですが、ここはエースがタウント、さらにはノッカーパーッと決まっていればキルが取れたんですが、ノーバンズ生還しますあれがノーマンズですよね。あれがノーマンズですね。ちょっと LEC で見たいんだけどな、ノーマンズさあ V3 スポーツリフトヘラルドに触っているパズが単行しながら裏からライナーエンゲージを狙うが、ソムニカジェントが見ています。さあそして狙いはブギー、バックライ発射から一瞬のバーストを合わせて1キル獲得。さあそこからのチンゴンか V3 スポーツ、さあエースがいい形で入った、ダウンとスリーマン。さあそしてチンゴンからのダメージ2キル獲得、 V3 スポーツフラッシュだけはもうパズすぐ読んでフラッシン。さあキルは拾いたい、アーチャーフラッシンからオートアタック届いた、レッドバフがあります。そしてサンタスは距離を取ることによって成功、そして隠れてノーマンズがリフトエラルドをやってはいる。どっちが取った、どっちが取った。いやこれはノーマンズ側、 UOL がリフトヘラルドを獲得しています。エースが妨害しようとしたんですが間に合わず、キルが拾えると大きいですが、ここからカサリンのブリンクがあります。しっかりスキルを見ながらブリンクしていく、ブラストコーンを叩けるか、叩いてついていく。ノーマンズうまく体を入れ替えている、届かない、フラッシュは使った、フラッシュインあと一発、いや届かない、ブルザイのクールダウンは、いやクールダウン中ブルザイはない、あと一発が届かない、うわー届いてくれ、いやなんならノーマンズがエースを倒してボスのテレポートでアーチャーがやられそうだ、うわーノーマンズダブルキル、強なんてこった、これで一気に3キルが UOL。